ここから28日火曜日から31日金曜日に桜名所でビンゴを開催しています。一応しているんですが、なんとご覧ください、東日本編と西日本編があったのですが、コンプリートということで、なんと2日間でコンプリートとなりました。皆さんありがとうございます。昨日の時点であと3地点ずつとなっていた中、もうねコンプリートとなりました。そう書いていただいていますが、今から参加していただいてもポイントもらえます。はい、なので皆さん今からでもぜひ引き続きリポートを送っていただければと思います。名所だしな、まあ確かにね名所だからね、行く方はね結構多いかもしれないんですけれどコンプリート、はい、こっちもコンプリート、東日本だいぶ数多かったんですけれど、やっぱり全国の皆さんでってなったら早かったですねちなみに明日までは一応オープンしておりますので、ぜひね今からでも大丈夫ですので参加してみていただければと思います。1回に送った方は違うところもし行ってたり、これから行くとなればねまた送っていただければと思いますので、はい、長岡多分入らないのよ新潟だったら高田じゃない、高田城址公園だったら入ると思う。さすがに入ってないでしょ新潟。新潟ちょっと見てみる、新潟でしょ、絶対入ってないでしょ新潟今度入れるように頑張ろうということで、高田の方はね今週末などは見頃を迎えそうなので、ぜひ見ていて見に行ってみてはいかがでしょうかちょっと入ってなかった、新潟、そもそも新潟が入ってなかった、ないんだよなねまあでも有名なところなどもねありますので、次は北日本編、でも今度北日本になると新潟入らないのよ残念ということで、山口さんは出身が京都ということで、はい、京都といえばやっぱり桜、紅葉も有名ですけれど、桜もやっぱり有名な地域ですけれど、はい、見に行ったりはしたことは？ないです